おかしな事件のせいで。電脳探偵？っていうか仕切り直していいですか？ね、改めまして、音楽とアニメをこよなく愛するタワーレコードのアルバイト店員です。え、依頼の内容。実は最近店内で陳列している CD の位置が変わってたり、怪しげな自作風 CD、 あまりにも微妙すぎて警察も取り合ってくれないし、誰が何のためにこんな微妙ないたずらをしているのか。あの CD 機、まあ悪くはないで。え、ひどかった？そうですか。あ、それで、え、へ、わかりました。こ、夜の店内か。君のいるタワーレコードを調べ、どうやらこの事件にも CD のジャケットに書かれていたおかしな、とにかく店内を店長の許可は取っておきました。お、え、危ないからどこ、私、あの、だからいいですよね。こ、え、な、何ですか、デジタルし、やだ、こんな夜中、あなたたち、あちきのファンなわけね。なんですって、恥ずかしがらなくてもいい。そんなあんたは、あちき、さあ、
無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。続けていこう。続けていこう。君がいてくれてよかった。何を、ちょっとしたあれね、アチキのことが、その愛情はやがて憎しみに変わり、アチキ、そうはさせる。行くぞみんな。
みんなよく頑張ったね。私もう何が何だ、え、それってあので、それじゃああのし、こんなに CD が遠く、どうしてみんなアチキの音楽を理解してくれないの。確かにあなたの音楽は自分の聴覚を乗って、でもあの独創的で個性的な響き、新しい表現は諦めたらそこで終わりです。最後まで、これ以上微妙ないたずらをしないって言って、私があなたのファン1号になります。泣かせ。それでいたずら犯への処置としてはいささか甘やかしすぎな気もするが。そうなんじゃありません。私は得て、世の中にはどんな音楽だってあの曲はきっと音楽の可能性を広げてくれる。ほほう、店の利益のことだけではなく、お、さすがはノーミュージックノーライフ。電脳探偵さん、ありがとうございます。絶対の品揃えを誇る。お、最後にしっかりと店のアピールをしていくとはなかなかの証拠の。どうだ、そろそろた、なるほど、実感がないか。君にはこれ、うちの事務所のモットーは、うちの事務所のモットーは来るもの拒む。ちょっと、心配、いや、そうじゃなくて、消火器もネット回線もありがたい壺も、だから、僕お客です。ようこそ信頼と実績のクレミ探偵事務所へ。ご依頼内容をどうぞ。ハッカーからデジモンキャプチャーを購入する予定が。そうなんです。本当最低ですよ、最低な行為で。マニア心ですか。そうです、マニア心、マニア心ほど先手に入れたいものはどんな危険を、あわよくば保存用とか鑑賞、そんな繊細で崇高でちょっぴり切にいいですよ。お話は分かりました。つまり奪われた激励、全身マネーなんてどうでもいいんです。ご依頼受けた。というわけだ。おそらく犯人はメダルそのものが欲しかったのではない。デジモンメダルを売買している店はこの中野にも。まずはそこを当たってみるのが。私はその間に、あいにく私はその、you
無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。続けていこう。無理しちゃダメだよ。
行くぞみんな、うん、続けていこう。行くぞみんな、うん、続けていこう。無理しちゃダメだよ、うん、続けていこう、うん、続けていこう。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ、行くぞみんな、うん、続けていこう、うん、続けていこう、うん、続けていこう。無理しちゃダメだよ、you
行くぞみんな。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな。続けていこう。みんなよく頑張ったね。
ちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。行くぞみんな、続けていこう。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。続けていこ
行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。続けていこう。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。続けていこう。
君がいてくれてよかった。行くぞみんな。ここは逃げるよ。行くぞみんな。ここは逃げるよ。行くぞみんな。
よう探偵助手。ん？そいつはもっかちょっ。こちらが今回の。あなたがさくらの同級生。そうね。実は最近どうにも様子がおかしくて。お母さん、様子。それが部屋を暗くし、部屋からは出てこないし、学校にも行かず。家を出て行ってしまう。そうなんです。しかし実は似たような依頼が。腰が重い。ああ、家出の原因になったと思う。どうやら説明の手。最近このジミー・ケンとかいう小僧を率いるハッカーチーム、デモンズの犯罪。しかもだ、この大掛かりな電波ジャックから。そのせいで警察。ええ、大掛かりな電波ジャック。神城です。確かな証拠は。神城ってエデン。お母さん、娘どうか安心して。ご時君は又吉刑事から。神城が絡むとどうしてもな。何より俺が下手に動くと。そこでだ。いやいや、話はお前さんが戸惑うけど、神城の一丁前に正義ってやつに燃えていっ。それが神城。京ちゃんから聞いてないか。クレミ探偵事務所を開いた俺の先輩で元警。もちろん確実な証拠はねえ。どうしても神城、ここんとこ活発に動いてる。今がチャンスなんだ。ありがてえ。今又吉刑事とすれ違ったのだが。ふん、又吉刑事、君の能力コネクトジャンプがまだまだ子供の君に。ただあの人にとっておじさんは本当は。しかし私自身が。それならばいっそ巻き込んでいった方が。万一。まったく、ああ見えて。すまない。さて、君は行方不明の。どんな小さなことでもいい。その間に私はおおよその察しはついているが、有能な助手を。お仕事中ってわけ。そんなことより、地味けん。あんなやつの PV なんて、もう思い出すだけで。え、あ、だってまあ。え、体に不調はないかって。え、さくってか知ってるも何も、私友達だよ。サクラッチがどうか。だって家出する地味けんファン。ただの噂だと思ってたけど本当だったら。それで、何を